ご視聴ありがとうございます。うぷ主のツッハです。アーレアの世界に残されたただ一つの希望、あやめだもんね。また大口を叩きましたね。しかし、実際そうなのかもしれませんね。この世界の調和を守り続けてきた、偉大なるマエストロのグイドが消えた今となっては。グイド先生は死んどらん。そうですね。信じましょう。さて、音楽エネルギーによって世界の調和が保たれているこのアーレアの世界では、大変なことが起こっています。世界の調和を保つ重要な人物、グイドが劇場の騎士と名乗る男に殺され、原初の指揮棒が奪われてしまいました。人々はグイドの死を嘆いていますが、そんなことをしている場合ではありません。グイド先生は死んでないと思うけど、行方不明になっちゃったのは事実だもんね。奪われた楽器の代わりに、音楽エネルギーを指揮して世界を安定させてくれとった先生がいなくなった今は、かなりヤバい状況だよ。一刻も早く奪われた全ての原初の楽器を取り戻し、正しい場所に収めなければ、この世界は均衡を失い下界に落ちてしまいます。我々は新たな原初の楽器の手がかりを探すために、新しいエリアに来ているわけですが。ビーコンあったあった。こいつを再起動すれば、拠点との連絡が取りやすくなって探索がはかどるんだよねー。とりあえず、ビーコンを起動したらコンサートホールに帰還ですね。クレフ、次の指示は何？って、この像はなんじゃー。お前さんがいない間に、グイドのためにみんなでこれを建てたんじゃ。これで彼は朽ちることなく、力と才能の象徴となるんじゃ。グイドとデメトリオがこんな結末を迎えてしまうとは。二人とも非常に優秀な学生じゃった。共に歩めば素晴らしい成果を残せたじゃろう？うん。立派な像だと思うよ。かっこいいと思う。でもさ、今やることじゃないよねこれ。世界が完全に平和になってエンディングでやるべきことだよ。今はもっと優先してやらなきゃいけないことあるでしょ。このゲームのキャラクターは、その、少し、ずれていますから。唯一まともな感性を持っていたグイドがいなくなった損失は、かなり大きいかもしれませんね。で、あやめちゃんは何をやっているのですか？グイド先生の像を、私の矢の雨スキルで綺麗に彩ってあげようかと思って。さて、クレフの指示で森に来ました。グイド先生がいなくなった今、頼れる人は自分しかいないから頑張らなきゃね。で、なんで今更森なんだろう。さっきの溶岩のエリアは？向こうには調査隊が派遣されているようです。原初の楽器の反応があれば、機関士に教えてもらえるでしょう。今更ここに来たのは、見落としがなかったか再調査するためですね。最初に異常が確認されたのがここに住むセミでした。あの時は原因不明の異常でしたが、改めてこの件にデメトリオや劇場の騎士が関わっていた痕跡を探しに来たのです。それが見つかれば、今起こっている異変は全てデメトリオのせいだと確定できます。と、クレフは言いたいのだと思います。調べるまでもなく全部デメトリオのせいだと思うけどなぁ。ああ、それっぽいもの発見。というか、クレフもおるじゃん。牙を拾いましたね。何の牙だろう。クレフが言うには、ゴリラの牙だそうです。ブラジャーゴリラ野郎のゴリラか。でも、ゴリラってそう簡単に牙抜けないでしょ。まあ、これはそういうゲームですから。おお、今度は飛行船から降りてすぐのところにクレフおるじゃん。どうやらグイドの指揮がなくなったせいで、生き物たちがどんどん凶暴化して人々を襲っているそうです。怪我をした人々を治すために、この沼地に住むカエルの毒を集めましょう。サソリの毒だったり、カエルの毒だったり、この世界の人って薬のためにめっちゃ毒を求めるよね。毒と薬は紙一重ですから。オラトリー、いろいろ毒を集めてきたぞ。どうやら調査隊が溶岩の洞窟で原初の楽器がありそうな場所を発見したようです。オケ。溶岩の洞窟を調べてくるよ。でもその前にショップ。って、エレノアちゃん。ロリちゃんなんでこんなところにエレノアちゃんを寝かしとるん？ちゃんとベッドで休ませてあげなきゃ。エレノアちゃんを布団に戻ろう。まだ眠ったままのようです。ロリちゃんこれ大丈夫なの？一体エレノアはいつになったら元気になるのかしら。こんなところに寝かしとったら良くなるものもならないよ。まあ、マジレスすればバグの類でしょうが、これはこれで面白いので良いでしょう。バグといえば、この溶岩でできたベトベターみたいなモンスターの経験値設定もバグってるんですよね。一体倒すごとにプレイヤー経験値300と、チューニングポイント300もらえます。
チューニングポイントは武器の楽器の経験値で、おかげで楽器レベルがガンガン上がっています。普通プレイヤー経験値は80くらい、チューニングポイントは30くらいだから、絶対何かおかしいよね。経験値の数字の桁を間違えたか、出現率を間違えたかしてそうです。まあ、レベルがどんどん上がるのは嬉しいんだけどね。劇場の騎士を倒すためにレベル上げしすぎて、ぬるゲーなのがさらにぬるくなっちゃうよ。さて、多少迷子になりつつもボスまで来ました。この部屋めちゃくちゃ暑そう。敵は原初のベルを取り込んだコウモリのようです。しかも、シルバーとゴールドの双子コウモリです。2対1か。うわぁ。私のレベル上げすぎた連続蹴りでゴリゴリ削れる。ちょっとくらいバトルを楽しんでもいいんですよ。私に弱い敵を長時間いたぶって遊ぶ趣味はないもんね。いや、どんな攻撃してくるかとか見ないと、どれだけ敵にきついんで。こっちの方がカット編集しなくて済むからいいでしょ。いや、あやめちゃんはそういう配慮してくれなくて大丈夫です。さて、楽器飛び出す演出がバグっとるせいで、どこに楽器あるかわからんぞ。ちゃんと奥の方にありましたね。よかったです。飛行船も迎えに来てくれたし、帰ろっか。帰ってきたぞ、トリー。よくやってくれた。マエストロのグイドは君のことを誇りに思っているだろう。どうだろうな。私的には、君にばかり無理をさせて申し訳ない、とか思っとるんじゃないかって思うけど。さて、どうやらデメトリオはモンスターと情報交換をしているようです。モンスターが手紙を持っているそうなので、それを奪い取ってデメトリオの作戦をすべて明かしてしまいましょう。この世界のモンスターって今まで結構倒してきたけど、手紙を書いたり運んだりできるほど知能高くないように見えるんだけど。デメトリオは学生時代から、音楽エネルギーを指揮することで世界を意のままに操る術を研究していました。しかも今はグイドの原初の指揮棒を持っています。彼ほどの有能な指揮者が原初の指揮棒を持てば、モンスターを意のままに操って情報収集するなどたやすいことでしょう。なるほどね。納得だよ。でも、本当にモンスターたちが手紙をいっぱい持っとって、ちょっと笑っちゃったぜー。デメトリオサイドは人手不足のようですね。少し、同情します。ダメだよ、月ちゃん。月ちゃんはすぐに影を追った悪い人を好きになっちゃうんだから。さて、次のクエストはどこですかね。エレノアちゃんわらわら。この世界の島自体、大いなる音楽エネルギーで浮遊してますから、人が浮かぶのも不思議なことではないのでしょう。かあ、このカメラアングルならおパンツ見えそう。黒かな？黒っぽいよね。エレノアちゃん黒履いてそうだし。そして娘がこんな状態でも、娘たちがいつも店を手伝ってくれるんだ、としか言わない父親です。パパ、エレノアちゃん全然目覚めないし、もっと心配してあげた方がいいと思うよ。こっちのエレノアちゃんの調子はどうかと思って見に来たけど、ロリちゃん、ちゃんとエレノアちゃんにお布団かけてあげて、エレノアさんの治療のために頼みたいことがあるそうです。なになに？エレノアちゃんには無意識に出歩いてショップで寝ちゃう症状があるみたいだから、早く治るなら何でも協力するよ。彼女の治療のために、雪山に生える貴重なお花が欲しいのだそうです。ただ、雪山は非常に危険な場所だそうなので。関係ないもんね、お安い御用だよ。まあ、我々に拒否権はないですしねー。